理造系博士理造系は大韓民国の進学者であり、後進大学校で教会史を教え、現在名誉教授である。韓国教会資料発掘に貢献し、韓国教会史がで高く評価されている。実証士官による民族史観に続く。聖書の真理の本質観点により、一般的な西洋史の文脈の教会史の視点と、韓国教会上教科に正確な、 統合指摘研究を目指す。2012年ジャンカルビン誕生500周年記念事業会では今年の進学者に選ばれ2018年10月27日韓国福音進学会で学術を受けた。韓国長老進学会会長と改革進学会会長を務めた。国際進学ジャーナルのウニオカムクリスト編集委員でもあり、また2019年3月から 白石大学客員教授である。彼は、韓国教会主学研究家として、高信大の歴史、初期キリスト教会史、16世紀の宗教改革史、改革主義進学、韓国教会史、オーストラリア長老教会と宣教師、富山、喜び南地方のキリスト教師など様々な分野に貢献した。彼の著書は25冊の単行本と170編の論文がある。 彼が試みた方法は、カルバン主義の基礎の上で、教会史を研究したが、教会の歴史の解釈の観点は、聖書の真理の本質性を踏まえより、ヒューマニストの観点である、実証史観と解釈する。彼は、最初の書いた本は、韓国でのカルビン研究100年である。これは、彼の学術基盤が、ただ聖書にお唱えた、宗教改革の伝統に根付いているという点を、 よく見せいる。2007年には、改革主義とは何かという本を書いている。西洋教会史と韓国地域教会史を行き来するバランスの取れた歴史研究も特徴である。1997年に発行した教会改革史は16世紀の宗教改革史を記述した。1991年から新興雑誌、月刊公人代の4年関連載した内容を、 集めた。2004年には16世紀以降の歴史を盛り込んだ教会改革と復興運動を出版した。2001年に発行した富山地方のキリスト教伝来史はこの教授の内蔵書の一つであり富山喜び南地方教会誌の最初の研究書である。他にも2012年の富山喜び南地方のキリスト教会の先駆者、ハンサンドンと彼の時代。 中南前とい、小協会などの地域協会誌の書籍を発行した。また、オーストラリア長老の韓国宣教誌に関連する著書も多数執筆した。大吉市の韓国宣教、2、コリアウィズラブなどがある。韓国協会誌全般につきましては、韓国協会の歴史と進学、解放前後韓国長老協会の歴史と進学のような書籍が、 代表的著書に挙げられる。韓国教会の歴史と進学では、日本植民地時代韓国キリスト教が、民族的性格を持つようになった背景と教会が寄与した部分、神社参拝のような限界を調べた。解放前後韓国長老教会の歴史と進学では、韓国長老教会130年の歴史で、長老教会が残したコントラストと離合集散。 民主化と統一運動史への影響などを紹介した。ありがとうございます。